こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は古州砂流の王一人つる観光の雪です。一艘の小舟に乗り、美濃笠をかぶった老人が一人、冷たい雪の降りしきる寒々とした川でじっと釣り糸を垂れている。見渡す限り白一色の音のない世界に、ただ一人浮かぶ釣り人の姿。この上なく研ぎ澄まされた三昧の境地を象徴する語です。これは柳宗元の詩によります。ネームから古州砂流の王一人つる観光の雪を書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。